これから宇佐市に出発します。向こうに見えています、このね、あとライトグリーンの山、これ阿蘇のあの草千里を思い出しますね。綺麗な色です。着きました。さて、目的地の一つ、この昭和の大横綱大横綱双葉山生誕100年ということでここにやってまいりました。それでは第35代横綱の双葉山の記念館に行ってみます。こんにちは。まず目の前にドドンと双葉山の像があります。もうなんか優しい目をされてますね。ハンサムです。そしてここが資料館ですね。彼の生まれたところ、今ここにいるこの大分県のこの宇佐市天津郡、ここが彼の生まれた場所です。ずっと年表になってますね。若い頃の彼、彼は4歳の時に、吹き矢が当たって右目がもう本当に半分以下しか見えなかったということなんですけど、半失明状態ということなんですが、それを屈して、それをバネにして偉い横綱になったということですね。本当にハンサム。だってここで横綱になりました。じゃじゃーん、じゃじゃーん。この双葉山という人は24歳からずずずずずと27歳までもうずっと69連勝。素晴らしいですね。69で止まったんですが、それまで一度も負けてない。すごいね。すごい人だよね。24からずっと負けてない。結婚もされてますね。小芝さんと結婚式の写真です。で、わー、長男誕生。優しい優しいお父さん。でもこの時も右目はほとんど見えてないのを一度も言ったことがなかったそうで、引退後に初めて分かったそうです。そして親方時代、貫禄ありますね。素敵ですね。理事長時代、人生このように素晴らしい人生を生きていきたいものですね。そして56歳で亡くなってる。若いね。若すぎる。最後ここにですね、彼の新羽織をレプリカですが試着できるそうです。してみましょう。はい、これあの横に並んでその大きさを感じてみようということで、これちょっと着てみましょう。着ていいそうです。重いですけど、わ、これがこんな179センチ、122キロあったそうですけど、ロングです。形を比べてみましょう。足もね、まあ私はこんなに大きいよ。ちょっとどんな足だったんでしょうね、双葉山の足。30センチ。すごいね。大きいですね。彼未だ木形足りえず、これが一番彼の有名な言葉だそうです。心機
タイ。五の線。勝負師は寡黙であれ。この顔好き。素敵だね。いや、この素敵な双葉山さん。稽古は本場所のごとく、本場所は稽古のごとく。わかるな。双葉山関に勝ったらその場で引退しようと思っていた。これが彼の小学校2年生の成績を、成績は良かったと聞いています。校がいっぱいありますね。そうですね。なんか本当に賢い子だったんですね。すごいすごい。オツがあるのはなんだ？国語です。ということでここに双葉山のというね、額があります。双葉山が愛用した携帯置き時計。わあ、双葉山愛用のコップ。こんなものまで。スイス製プラチナ腕時計。大きいですね、やっぱりね。本名の貞治昭義のイニシャル SA が入っているそうです。ここからずっと始まって4年間1回も負けてないってすごいですよね。69連勝素晴らしい成績です。では白鵬関他の方々の皆さんの手形もあります。照ノ富士が最後。照ノ富士さんは大きいです。ここが双葉山の生まれた生家跡です。入ってみましょう。お父さんは漁師だったと聞いてます。この辺なのね。すごいね、残ってるんだ。わらぶきの屋根だよ。1912年から1968年まで生きて、ここに多分ね、東京に行くまで住んでたんですよね。明治45年、地域の公民館で出資をしてた。クリエスト 7.5 と3畳ここで炊いたかまどのご飯を食べて双葉山が大きくなったわけですね。横綱双葉山生家跡、今でいう2ベッドルーム 2LDK ぐらいな感じでしょうかね。
ます。岐阜岳がそびえています。ちょっと雲がかってますね。わあ、街が見えてきました。山あいの中に後ろ側から撮ってますけれど、やっぱり素敵ですね。この上の椅子、とってもおしゃれです。前来た時はね、この駅からまっすぐ歩いて散歩しましたね。ね、ほんと素敵。そうそう、この黒い建物、湯布院です。湯布院と書いてありますね。左右にお店があります。お菓子とかいろんなものを売ってますね。そして目の前に岐阜岳、かわいいお店がありますね。さすが湯布院。ちょっとアンティークっぽいのもあったりしますね。ここもなんかちょっと素敵な湯布院バーガーがあります。すごいですね。何でも木でできているお店です。素敵ね。重いから買っていけないのがすごいね。見てるんです。カバーもあったり。いい匂いがしてますね。今回は。お土産物屋さんの右左の道を通るのをやめて、ここで有名な日帰り温泉行ってみたいと思います。立ち寄り温泉っていうね、そちらの人。湯布院の駅前から少し行ったところをどんどん山を上がっております。これから塚原温泉というね、立ち寄り湯にちょっと行ってみようかなと思ってます。ですね、ここが人です。暑くてあまり入っていられません。外は山です。すごいです。こんなところです。すごい暑くなる、ポカポカになる温泉です。ここの温泉なんか効能がすごそうで、入っただけで汗がだらだら出てくる、効能が効きそうな温泉です。ギリギリでしたね。上がったら雨が降ってきました。これも風流だけど濡れずに済みました。結構な量ですね、雨が。
パンフレットをいただきましたら、なんとこの温泉、先ほどいただいた温泉は鉄イオン全国1位、酸性度全国2位、アルミニウムも全国2位ということで、すごいですね。日本三大薬湯、あーすごいところに入りましたね。こちらが宇宙、こちらが今入った露天風呂です。緊張で特製の下など買っていきます。今日の大きな20時間の下だろう、こんな感じだそうです。先ほど出した方が美味しいと言ってたので買いました。地蔵さんにお参りしました。私晴れ女ということで、あんなに雨が降っていたのに全然濡れずに戻ってきました。山の上も雨が降ったのにもうすっかり晴れています。涼しくて気持ちいいです。日本の三大夜会月曜ナンバーワン日本一ということで、やっぱ聞きましたね。もう早まずに来ました。800m の標高から下へ降りていって、今日はね、まだ大阪まで帰ります。旅は続きます。あ、涼しかったね。よかったです。別府の駅まで戻ってきました。ありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time. バイバイ。